クロラゼプ酸は、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬の一種。日本では、商品名面ン,ンとして、マイランエップの合同会社より発売されている。適用は、神経症における、不安、緊張、焦燥、抑うつである。連用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている。 麻薬及び、抗精神薬取締法の第三種無期精神薬である。脳にあるガバー受容体に結合することにより、神経を活性化させる。倦怠感、頭痛、集中力低下、ふらつき、脱力感など。日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、 急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。キー反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認。 また慎重に少しずつ減量する胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には日本の診療ガイドライン5つ日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ありがとうございます。